銅メダルを取ったことで、もう本当に自分の世界っていうか人生が大きく変わったんですね。いろいろ注目していただいて、常に見られてるっていう意識も芽生えましたし、メダリストっていう責任とかプレッシャーも感じるようになりました。2大会連続の出場で前回メダルを取っているので、やっぱりメダルが欲しいっていうのが自分の今の気持ちですね。そこに向けて、体調管理だったり自分のパフォーマンスの維持だったりっていうものをしっかり最大限の準備をしながら大会に向けて頑張っていきたいなっていうふうに思ってます。ずっと手は伸びてくるとか生えてくるとかって思ってたんですね。3歳年下に弟がいるんですけれど、生まれてきて初めて弟に会った瞬間に、人間って両手両足揃って出てくるんだって、完成形で出てくるんだっていうのが分かって、あ、これ以上自分は成長しないし姿は変わらないんだっていうのを思って、なんで自分だけなんだろうみたいなっていう気持ちではありました。周りにもそういう人がいなかったのですごく孤独を感じてたんですけれど、こういうふうに注目してもらっていろんなお仕事をいただけるようになって、すごい世の中が変わったなっていうふうに思ったのと、面白さとか美しさとかって基準がない、みんな違ってみんないいっていうところを今すごくフォーカスしてくれてるので、ありがたいなって思いますね。自分自身との戦いの競技なので、その苦しい時にいかにこう自分自身に負けないで前に進んでいけるのかっていうところを注目してもらえたら嬉しいなって思います。